平野紫耀と佐藤真、才能と友情。彼らの共通項、ステージ上の輝き、音楽シーンでの成功。未来への期待が高まる。新たな才能を発掘し、輝かしい未来へ導くエージェントとして、戸部所属アーティストたちの注目度が高まっています。その中でも、平野紫耀とイムプエの佐藤真というコンビが特に注目を浴びています。 イムップが7月14日に行った YouTube 生配信でのお披露目では、佐藤真が平野仕様に憧れ、それが彼のアーティストとしての第一歩を踏み出すきっかけになったことを告白しました。佐藤真は、初めて平野仕様を見た瞬間、スターだ、という感覚に襲われそのままアイドルへの道を進むことを決意したそうです。この二人が共通して持つ要素は、一体何なのでしょうか トベに所属するアーティスト、三宅健は自身の YouTube チャンネルでの生配信で、平野氏用と佐藤真の中の良さに触れました。彼は、平野くんの隣が新くんだったんだよ。イチャイチャしてた、と語り、さらに、平野が小麦粉アレルギーがあるらしくて、食べられないものを全部新くんにあげてた。憧れてる平野からもらうご飯だから食べないわけにいかないじゃん。だから頑張って食べてたよ。 「超可愛かった、と、二人の仲の良さを明かしました。面白いことに、他のメンバーがお酒を飲んでいる中、三宅、平野、佐藤の三人はソフトドリンクを楽しんでいたそうです。これは微笑ましいエピソードですね。平野潮と佐藤真は、そのキャラクターが天然でマイペースであることでも共通しています。 イムプエの YouTube チャンネルで公開された動画、佐藤慎王では、佐藤の天然な一面が垣間見えます。メンバーたちが佐藤の質問に対する回答を予想し、生まれ変わるなら何になりたいという質問に対しての佐藤の回答を当てるゲームが行われました。特にこの質問に対する佐藤の回答は、メンバーたちを驚かせるものでした。 他のメンバーは平野耀の名前を挙げましたが、佐藤の回答は日本人という予想外のものでした。この出来事にはメンバーたちも頭を抱え、佐藤の天然さが際立った瞬間でした。さらに、パフォーマンス面でも平野耀と佐藤真の共通点が浮かび上がります。 平野は、自身のインスタグラムライブ配信で自由な姿勢を見せたり、神宮寺ゆうたとの掛け合いで楽しませたりしています。一方、佐藤はイムプエのデビュー曲、クルージン、で耳に残るフレーズで弾き手を引き込む役割を果たしています。また、ダンスの実力においても、二人は多くの共通点を持っています。 平野はアイドルソングから難易度の高いダンスまで幅広く踊りこなすスキルを持ち、佐藤は YouTube や TikTok のダンスチャレンジ動画が再生数を伸ばすなど、その実力はグループ内でも際立っています。普段のキャラクターとステージ上でのギャップも、二人のスター性に一役買っているのかもしれません。 憧れの先輩としての関係から新たな仲間として距離を縮めていく平野潮と佐藤真の関係が今後どう進展していくのか非常に注目されています。彼らはキャラクターだけでなくそのパフォーマンスでもファンの心を掴んでいることは間違いありません。唯一無二のアイドルの星がますます輝きを増していくことでしょう。彼らの共通点は キャラクターやパフォーマンスだけに止まりません。平野志耀と佐藤真は音楽の世界でも特別な共感を持っています。平野は、戸部所属が発表された後、インスタグラムのライブ配信で名古屋が好きと答えたり、自身の SNS で自由な姿勢を見せたりしています。その一方で、神宮寺ゆ太とのツッコミやフォローを通じて、 他のメンバーと楽しみながらも、のびのびと振る舞っています。彼の個人 SNS を通じて、彼の人間にあふれる一面を深く知ることができます。一方、佐藤真はイムプエのデビュー曲、クルージン、で、曲の世界観に引き手を引き込む役割を果たしました。その独特の歌声とパフォーマンスは、ファンだけでなく、多くの音楽愛好者に感銘を与えています。 佐藤の音楽への情熱は彼の独自性と才能を示すものであり、その存在はアイドル界に新たな風を吹き込んでいます。一般的には天然でマイペースなキャラクターがステージに立つと別人のように変身することが多いですが、平野耀と佐藤真はその点でも共通しています。 平野のハスキーな歌声は、切ない雰囲気やエジの効いた印象を持つ曲に合わせて変幻自在に響きます。一方、佐藤はパフォーマンスでのスマートさと滑らかさを披露し、多くの人々を魅了しています。普段のキャラクターとステージ上のギャップは、彼らのスター性と個性を強調し、ファンを引きつけています。 これらの要因から、平野耀と佐藤真は共通項を持つだけでなく、音楽シーンで独自の存在感を放っています。彼らの成功は、憧れから仲間へと変わる特別な瞬間を示しており、その成長と進化には今後も注目が集まるでしょう。最後に、平野耀と佐藤真が憧れの存在から仲間へと歩みを進める過程は、 彼らのファンにとっても感動的であり、アーティストとしての道を歩む若者たちには励みとなるでしょう。彼らの共通項、才能、そして魅力は、音楽業界に新たな風をもたらし、未来に向けて輝きを放つことでしょう。